皆さん、ココちゃんはですね、お友達も増えてきて、いろんな子たちと一緒に遊んだりするんですけども、たまーに意地悪をしてしまうんですよね。お友達には優しくしなければいけないんですけども、でも、ココちゃんはやんちゃで、そしていたずら好きです。親としては、誰にでも優しく正義感ある子になってほしいんですけども、ココちゃん大丈夫かなぁ。どうも、シュンズ TV です。今日はですね、ココちゃんが妹のように大切に思っているお友達のナギちゃんが家に遊びに来てくれる日です。ココちゃん楽しみだね。ねえ、ココちゃん。あ、そうだ、ココちゃんは幼稚園にも通い始めて、いろんなお友達と遊んだりしてるんですけども、たまにおもちゃを取ったりとかいたずらするよね。そういうことはしない？しない。ねえ、ナギちゃんは年下の女の子なんですから、ココちゃん仲良くいっぱい遊ぼうね。うん、ねえ、ココちゃん、今チャイムの音が鳴りましたよ。ココちゃん、早速ナギちゃんと今日はいっぱい遊ぶぞ。はい、ココちゃん、ココちゃん、ナギちゃんがお絵かきで遊びたいって言ってるよ。そうやってペン取らないの？ちゃんとナギちゃんにペン渡せる？やだ。あ、ペンを、あ、ペンを隠した。ココちゃん、そう言って意地悪するの？うん、意地悪しちゃダメって言ってるでしょ。ココちゃん、ココちゃん、もうそうやって意地悪ばっかすると、もうパパ、ココちゃんと遊ばないで、ナギちゃんとしか遊ばない。どうしたの急に、ココちゃん？なぎちゃんにどうぞできたの？うん、あ、ちょっと取らない、ココちゃん。ね、ココちゃん、あ、あ、なぎちゃんの方がもうお利口さんじゃんよ、ココちゃん。なぎちゃんがお絵かきで遊びたいんだって。そのペン、なぎちゃんにどうぞってしてあげて。ちゃんと渡す？うん。あ、えらいね。二人で遊んで。うん、よかった、えらい。なぎちゃん、いっぱいお絵かきで遊んでね。うわ、すごい。なぎちゃん、いっぱいお絵かきして、アンパンマンのスタンプも使って、とってもえらいね。はい、どうぞ。いたよ。ねえ、ココちゃん、でもココちゃん本当にいたずら好きすぎるよ。わざとそうやって撮ったりとかして、いろんなお友達に常に優しく、あ、ちょっと、もうそうやって舐めたりしないでよ。もうそういうのもいたずら好き。あー、もうまたちょっとなぎちゃんの方に行きましたけども、よろしくお願いします。すごい、とっても可愛いアンパンマンの絵をいろいろ描いているんですね。どうしたの、ココちゃん？苦しい？大変だ、ココちゃんが、ココちゃんが倒れちゃった！やばいやばい、どうしよう！ナギちゃん、ココちゃんが倒れちゃったよ、どうする？大変だよね、びっくりしたびっくりした。ちょっと、ココちゃん、あ、そうだ、ちょっと、お腹ピッピーやらして、お腹ピッピー。ちょっと、あ、お腹。ドキリだ！ドキリ？なんだよ、びっくりしたな。本当に苦しくなったのかと。本当に苦しくなった？大変だ、ちょっとお腹ポンポン見ないと。お腹ポンポンって。ココちゃん、今のもどうせ冗談だったんでしょう。冗談でした。まったく、もうまったく。ねえ、ココちゃん、もう本当まったくだよ。そんなことばっかりやってて。ねえ、すごい大きい音が2階から聞こえてきましたけども、過去の動画見てくれた人わかると思うんですけども、今現在シュンズ TV の部屋にはアーロとスポットがいます。そしていい心になったと言っているプロスペクターもいるんですけども、何か関係があるんですかね。大きい音がしました。あ、そうだ、ココちゃんはナギちゃんとここで遊んで待っててね。すぐにトイストーリールームの様子を見ていきたいと思います。よろしくお願いします。さて、トイストーリールームまで来ましたよ。一体何の音だったんでしょうか。気になりますけども、おもちゃの皆さん、聞いてください、聞いてください。今1階のリビングで遊んでたらですね、すごい大きい音が聞こえましたよ。ドーンって。一体何の音？ちょっと待ってくださいよ。昨日の動画でアーロとスポットはいましたけども、このティラノサウルスは一体何なんですか？あ、シュンさん、バターカップ、バズが窓を開けて中に入れてあげたんだよ。名前はブッチって言うんだ。ブッチ？アーロとスポットととても仲良しなティラノサウルスで、二人が困っているというのを噂で聞いてここまで来てくれたみたいなんだ。そうかそうか、アーロが今足を怪我していて、そしてスポットも寄り添ってくれています。この二人ととっても仲がいいティラノサウルスなんですね、ブッチ。でもなんでバズ・ライトイヤーはこのブッチを入れようと思ったんでしょう？おい、昨日からずっとバズが言ってるぞ。ああ、そうだ、プロスペクターがこの部屋のリーダーで全て指示に従うってな。
ちょっと、そうかそうか、じゃあプロスペクターがきっとこのティラノサウルスを中に入れようって言ったんですね。それにどこにいるんですかプロスペクターは。レックスとトリクシーがなんか端っこの方を見ていますけども。シュンさん、昨日の夜中からザーグとプロスペクターがこのタンスの裏で何かやってるんだよ。僕たちは気になってずっと見てたんだ。そうかそうか、ちょっとザーグと、そしてプロスペクター、こんなところで一体何をやってるんですか。ああ、ただザーグと秘密の話をしていただけだ。問題はない。問題はないって、ちょっとそんなところで秘密の話なんてやめてくださいよプロスペクター。それにザーグと大丈夫ですか。あなたが横になるなんて珍しいじゃないですか。この宇宙の支配者はプロスペクター様だ。そしてこの部屋のリーダー、みんなで指示に従うのだ。ちょっとザーグまで言い始めましたよ。プロスペクターがリーダーだって。よいしょと、ちょっとプロスペクター一体何をやったんですかザーグとバズに。上から聞こえてきたドーンっていう音は、このブッチというティラノサウルスが入ってきた音だったんですね。それは恐竜ですからドーンって大きい音しますよね。それにバズもザーグもプロスペクターがリーダーだって言い始めました。シュンさん、バズは言っていた。リーダーのプロスペクターに逆らうやつは牢屋に入れると神様。ちょっとバズらしくないじゃないですか。まあでもですね、プロスペクターも今ではシュンズ TV の仲間なので、信じて、そしてみんなで楽しく過ごしたいと思います。それでは皆さん、またお会いしましょう。さようなら。ああ、バズとザーグが言うように、この部屋のリーダーはこの私だぞ。ウッディ、ジェシー、ブルズアイも私に逆らったらバズライトイヤーから牢屋に入れられるからな。それだけじゃなくて、この周りの恐竜たちも全て私の仲間だ。プロスペクターに質問です。ロッツォとダンスしたいですか。ああ、そうだな。全ての作戦が成功して我々のチームが勝利したら、ロッツォとダンスで盛り上がるとするか。ああ、ではなく、私はシュンズ TV の仲間だぞ。だからロッツォとダンスはしない。一生のお願いです。新しいおもちゃを作りたい場合は、2体のステンチの裏ではなく、オリジナルドールを購入して新しいおもちゃを作ってください。ああ、確かに新しいおもちゃを作るという作戦も完璧だな。それよりも先に早くステンチを始末しておきたいと思ったんだが、彼を斧か何かで叩いた瞬間、私が攻撃食らってしまう。ああ、でもそれよりも、私はステンチの家族だ。そう、この部屋のみんなは我々にとって仲間だからな。ああ、そしてこれを見てるみんな、もしもシュンズ TV を応援してるやつがいるのであれば、チャンネル登録をした方がいい。でもそうなった場合、私にとっては敵、ああじゃなくて味方だがな。さあ、好きな方を選ぶがいい。どうだね。